本日はサクセストレーニングセミナーというのがあり、面白い話を聞いたのでシェアします。飛行機の話でした。これは実際にあった話だそうですが、音速の飛行機を作った時の話です。もうこれは超速いということで、1人目のドライバー、パイロットの人がですね、乗りました。で、最初によく点検をして、これはいけるということで走り始めたんですけれども、なんだかこうすごく揺れるんですって。それで音速の飛行機なんか飛んだことがなかった時代なので、この人は恐れ怖くなりました。で、無線で連絡して、ちょっとこれは揺れすぎて危ないということで、そしたら指示が来て、じゃあブレーキをかけなさい。そうしたらコントロールができなくなってノーコンで、クラッシュして死んでしまいました。クラッシュで、そんなことがあったんで、何があるかというと、もうみんなまあ飛行機のせいだと思うんで、点検をしてチェックをして、ちょっと整備を加えてもう1台やりました。で、この2人目の人も中を見て、よし、これならいけるんだということで走り始めました。で、やっぱりこう怖いんですね。なんでかっていうと揺れるんで、揺れる。で、こんなの乗ったことないということで、また同じように連絡をして、ブレーキをかけなさいと言われ、ノーコンになり、クラッシュしてしまいました。で、これ、こんなことがあると、普通もうね、こういう仕事はやらないんですけれども、ここで3人目の人が登場しました。で、この仕事はね、もう最悪の仕事として悪い評判なわけです。で、3人目の人どうしたかっていうと、やっぱチェックしていけると。これ走り始めますよね。で、走り始めて同じなんです。揺れる。で、怖いと。で、いうことで、また無線に連絡をして、そして無線の相手の人もね、もう管制官が、どうするんですかと。他の人たちはもうみんなこれで死んじゃってるんです。で、言って、彼は、フロー、離陸を選んだんですね。離陸。つまり、前に進めたわけです。そうしたら、今までのフライトで最もスムースなものだった。ということで、今では音速の飛行機があるという話でした。この話の題名は、サクセス、ラブス、スピード。何かが起きると怖いんですけど、そこで前に進めることによって一気に離陸するというお話でした。ありがとうございます。